お母さん、一回もディズニー行ったことないから連れてって。ダメよ。ダメダメ。クラスで行ったことないの俺だけなの。行きたい行きたい行きたい。じゃあディズニークイズに正解できたらいいわよ。よーし、かかってこい。これは何のキャラクターでしょう。パペリノ。僕とピーが食べたいなな。ウィニーザプー。ピーグレット、それは違うよ。一つも正解できてないじゃないの。ディズニーはお預けね。当たってるよ。どっちもイタリア語なんだよ。わかるか。まあいい、連れてってあげれば。アリスのティーパーティーへようこそ。それでは、いってらっしゃい。タワーも出ないよ。うわっ、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 やれちゃん。てててて、あ、ディズニーだ。あ、ミッキーマウスだ。握手してください。痛い。お前ミッキーじゃないだろ。チャンネル登録よろしくね。キノコのこのこ元気の子。キノコの山が好きだなんてお子ちゃまね。タケノコの里は糖分の塊だけどね。こうなったら It's me, Mario。 キノコの山の勝ちだ。ほら食いな。あら、意外と美味しいじゃない。もっと動きなさい。あんま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 ん。残念、毒キノコの山でした。さすがにやりすぎたかな。お母さんの好きなタケノコの里置いとくね。なんじゃこりゃ。バンブー、バンブー。お母さん、50年前はよくもやってくれたね。チャンネル登録よろしくね。美味しそうだな。何ビール買ってんの。フォークオンバー。なんだよ急に。ダメよ、未成年の飲酒は法律で禁止されてるの。チェックショー。いつも家事とか頑張ってるし、たくさんビール飲んで。え、優しいじゃない。じゃあお言葉に甘えて、ほらグイ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 。おいしい酒、ビール、ビールまた一杯飲みたいな。あれ、チュッ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 、スーパードライ。でへへへへ。ヤネちゃんも一口飲んじゃいなさいよ。でも法律で禁止されてるんじゃ。法律なんて関係ないわよ。わしが法律じゃい。飲め。これはお母さんまずいんじゃない。刑法223条強要罪で遅髪金庫を逮捕する。ほら来い。お前も未成年飲酒禁止法で逮捕だ。チャンネル登録よろしくね。ゆりゲーラーでもいるんすか。何が面白いの。ヤネちゃん、あんた不愛想なんだからもっと笑った方がいいんじゃない。じゃあ俺のこと笑わせてみてよ。いいわよ。ちょいとヘンテコだよ頭が。あらなかさぶたトレリンチョ。次はガチ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 。こうなったら、斧が刺さって、Oh no！ お母さん、死んでる。死んでる。ほら、チャンネル登録よろしくね。お母さんにデスパー焼きハンバーガーを食べさせます。はいどうぞ。あら、ありがとう。あー。大成功。私デスパーダーは大好物なの。スマホバカの時大成功。ほら、なにこれ、くっついて離れない。アロアロの時大成功。エグいね。待ちましょう。サランラップの時大成功。残念だったな。ブズドッキリ、ヘビドッキリ、ゴキブリドッキリ、メンタマドッキリ。お腹が空いたわ。そうだね、ヘビ嵐食べる。え、食べたいわ。うん。ルンルンルン。焼肉焼肉。うわ、
何よこの今度つかないじゃないの。何よ。お子さんが高熱を出して緊急搬送されました。すぐに病院に来てください。何ですって。今すぐ行くわ。ヤネちゃん大丈夫。熱い。聖書様よ高熱です。今すぐ緊急手術が必要です。いや必要ないわ。上手に焼けました。おい医者に起こしなさいよ。理想と現実のジャイアン、現実のジャイアンの場合、やった静香ちゃんのパンツだ。おいのび太、お前のものは俺のものだ。やめてよジャイアン。うるせえ。理想のジャイアンの場合、やった静香ちゃんのパンツだ。お前のものは俺のもの。ひどいよジャイアン。お前の責任も俺の責任だ。心配するな、大事に使ってやるからよ。俺の背中についてこい。ジャイアン一生ついてくよ。お母さんスイッチ取って。はい。ちゃんとありがとうって言いなさいよ。何すんだよ。ヤネスケ、お年玉だよ。うわー、シクランジャスイラン。アッフェ、エフニハスト、バラカロ、サロマット、マランガネメ。だからありがとうって言いなさい。言ったよ、お母さんはバカだから理解できないんだね。うん、ひー、あんたちょっと来なさい。お母さん、何その格好。ありよ、ヤネちゃん、この状況を説明してみなさい。アリが城を作ってるね。城を言い換えるとキャッソー。そうでしょう。アリが砂糖を運んでるね。そうでしょう。アリが10匹いるね。え、いやアリが逃走したな。あ、いけヤネちゃん、視力が悪くなったんじゃないの。悪くなってないよ。当たってんじゃない。ほら、コンタクトつけなさい。わかったよ。お母さん、昨日一楽のラーメン食べたでしょ。なんでわかんのよ。目が良くなったからだよ。白眼が開眼したのね。いつもの恨みを晴らせるぜ。八家六十四将。六十四将。勝った。今のは現実だったのか。お母さん。許せやねすけ、これで最後だ。お母さん、お腹が空いたわ。あ、プリン。やねちゃんのだけど、まあいっか。あれ、俺のプリン知らない？知らないわよ。あれ、実験用に作った猛毒のプリンなんだけどな。どんなに毒耐性がある人間でも10分で死に至る猛毒なんだよね。猛毒？やっぱりプリン食べたらお母さんだろ。あんたじゃないわ。プリン、歌え。とどめだ。人のプリンを食うからこうなるんだよ。